機械基礎ができてなかったというか、うん、いろんなコンディションの、はい、でやっぱりやっとかないと、はい、そういうのがベースにある人とない人が大違いになっちゃうんですね。風を選ばなきゃならない。でここでこうライトアップに止まって見た時に外出るんですよ。強弱あるから、いい風来た時に空って立ち上げたら風がいなくなっちゃいます。まあね、待てるくらいじゃないと、はい、降りても風をコントロールしてる。はい。静かに落として頑張ろう。ああなんないと。はい。あれ先生。いいお手本を目に目焼けやってました。前に走り出して、うん、だからそれは好みなの、はい、何をするっていうのは自分の意思だから、はいはい、あんま決まりはないから、はい、とりあえずまずねグライダーをキープして、はい、で自分の意のままに動かしてで今度前向いて、はい、いつ足離していつどこに足を戻るかショートフライトをするってやると、はい、コントロールが上手くなるから、はい、で風よきゃほらだんだんあっちこう移動してあっちの方へ流してみてそのためにほら、この斜面につかなきゃ浮かなかったでしょ、はいね、だから、つくためには、その微妙なコントロールが必要なわけです、うん、だから今ここでライズアップして、そのコントロールどのくらいかも、うん、こっち傾いたからこっち歩くとか、こんなんじゃダメなの、うん、全然自分の思ったところにこれで置かなきゃいけない、うん、そうしないとこう寄っていけない、こんにちは、あ、こんにちは、よろしくお願いします。ゼロさんです。飛んでると綺麗だけど、だいぶ汚れたね、このぐらいだ。やっぱり風が吹いてきたと思ったのに、ね、今日あんまりいい予報じゃなかったのに、ちょっと飛べたから。俺、昨夜大阪から走ってきて、さこれで何もできなかったらそりゃそうだ、ね、来たからには何かやっていかないと。やっぱりそういう方が来ると風は吹くのですね。寒いし、あとあの海風が強いから、あの西風強いのが多いから、ね、お、
方が浮く時とそうでない時があるから難しいんだけど、このグライダーなんか微妙なところが。前泉さんが上手に飛び寄った。ですか。ずっとずっとね、なんかおかしいおかしいって言ったらどっかが絡まってたってしかも綺麗に絡まっとってわからんかった。綺麗に絡まっとって結んであったお買い買い直そうかと思いよったって言ったけど、そのままのが良かったかもしれない。買い直しかやまよなあ、これやまよだから、やまよはいいよよく飛ぶよ。目標を立てないとね種子島はすぐ行けるじゃん